おはようございます。本日は奈良県宇陀市の室生というエリアに向かっています。また宇陀市かよって言われるぐらい宇陀市に行ってますね。今度宇陀検定ってあるみたいなんで、あれ受けてみようかと思ってます。ただいま宇陀市に入りました。まずはですね、笹百合と棚田を見に行きます。よし、到着です。ですね、宇陀市観光協会のインスタグラムで宇陀市室生深野950で笹百合が綺麗ですよって投稿があったんで来てみました。ただ投稿が1週間前なんで今も綺麗かどうか分かりません。駐車スペースはここと、あと上にも椅子があって止めれますね。へー、笹百合保護地区ってなってますね。ここめちゃめちゃ眺めがいいですね。すごい綺麗な棚田です。笹百合と癒しの里深野ってなってますね。あ、風鈴もありますね。笹百合はどこに咲いてるんでしょうね。笹百合庵っていう宿がありました。古民家再生貸し切りの宿、ミシュラン三つ星の宿ってなってますね。うわ、やっぱめちゃめちゃ眺めがいいですね、ここ。今そちらのお家の方とちょっとお話しまして聞いてみたんですけど、笹百合もう大体終わってるみたいですね。でそこにちょっとでもあるかもしれないって感じみたいです。やっぱ一足遅かったですねあ、ちょっとだけありますね。なんかですね、深野展望台ってありますね。あ、神社もあるみたいです。行ってみます。ここめちゃめちゃ眺めがいいですね。あ、神社ありました。奥は神社だけなんで、まあ展望台はここってことですね。ありがとうございました。まあでもせっかくなんで、もうちょっとこの深野エリアを歩いてみます。あれ、なんか面白いこと書いてますね。野生動物追い払い犬のお知らせ、この付近で犬を使った野生動物の追い払いを実施していますと。追い払い犬は目印のオレンジ色の首輪をつけていますと。この犬は訓練を受けているので人に襲いかかることはありませんと。この犬を見かけた場合は無視するようにしてくださいってなってますね可愛いですね。ですね、こことここは行ったので、この神明神社、これ行ってみましょうか。こちらが神明神社ですね。
駐車場も完備ですし、あとトイレもこっちにあるみたいですね。へえ、天気がベストではないんですけど、めちゃめちゃのどかな風景ですね。ここ風景がものすごいので、あの笹ゆり庵っていう宿すごいいいかもしれないですね。まあでも三つ星なんで高いのかな。そこ深野の集会所なんですけど、アジサイがすごい綺麗ですね。ありがとうございました。次はですね、滝谷花菖蒲園に向かいます。よし、到着です。こちらが花の里滝谷花菖蒲園の駐車場です。入園料なんですけど900円でした。で、菖蒲の花なんですけど、先週で大体終わっちゃったみたいですねさっきの笹百合といい、ちょっと一歩遅いですね僕が。まあでもアジサイがまだいけてるんでよしとします。あーでも花菖蒲まあまあまだ咲いてますね。ピークは全然もっとすごいんでしょうけど。あ、これすごい綺麗ですね。いやー、ほんとこの辺も一歩遅かったみたいですね。おお、めっちゃ綺麗ですね。へえ、まあ菖蒲だけじゃなく、いろんな時期にいろんな花が咲いてるみたいですね。いやー、十分楽しめますね。なんか向こうでご飯も食べれるらしいですね。うわ、めっちゃ広いですね。いや、ほんといろんな花がありますね。いやー、これは900円の価値ありますね。そういや、ここ芝桜もすごいみたいですね。まあ、ホームページにいろいろ載ってたら載せときますね。ありがとうございました。次はですね、室尾公園朝霧の里に向かいます。こうです。こちら
よし、到着です。なんかお寺もありますね。地蔵院って書いてます。あ、こっちにも駐車場ありました。へえ。なんかここでイベントとかやってるんですかね。ここは室生寺の近くなんですけど、どういう施設なのかよくわからないまま来ました。あー、ここも眺めがめちゃめちゃ良さそうですね。ここも紫陽花が多いですね。あ、ここもすごい眺めいいですね。へえ。思いがけずいいところですね。皆さんどの辺で買い物してるんでしょうね。まあ灰原に大きいスーパー何個かあるんで、あの辺りでしょうかね。ありがとうございました。次はですね、お腹が空いたんでお昼ご飯にします。今向かってるのが宇陀無双の里っていうところです。NPO 法人がなんか食堂をやってるらしいんですよ。それでちょっと食べに行ってみます。よし、到着です。めちゃめちゃ限られた時間しかやってないみたいですね。火曜日と金曜日はさとちゃんおまかせランチ11時半から13時で、水曜日はパンの日になってますね。なんか子供と畑やったりとかいろいろ活動されてるみたいですね。もともと保育園だったところを NPO 法人で使ってるみたいですね。ごちそうさまでした。保育園の中でご飯を食べるっていうのがちょっと面白かったですね。1000円のさとちゃんおまかせランチをいただきました。小鉢が多くてすごい健康的でしたね。メインは鮭の南蛮だったんですが、あっさりしてて、そして程よい酸味で美味しかったですね。手作りのふりかけがあるんですが、これがすごく良かったです。普通のふりかけと違ってしょっぱさは控えめで優しい味わいなんですが、深みがありました。ちょっとずついろいろと食べられて大満足しました。ではそろそろ帰ります。今回もいろんな集落を見ることができて、個人的にはすごく満足しました。まだまだ知られてないスポットがたくさんありそうですね。ということで今回もご視聴ありがとうございました。